美味しそう。おい、何やってんだ。さっさと行くぞ。君、ヘルヘイムに行くために海を渡るなんて言ってなかった。そら。今なんて言った。あそこにはとびきりうまい酒が。じゃなくて。知ってんのか、ヘルヘイムへの道を。俺を誰だと思ってやがる。神様だ。バカ野郎。もっと便利で簡単な道を思い出したのさ。だからこうしてヘルヘイムに行く船を探してんだろうが。また信じてねえのな。俺の目を見ろ。これが嘘をついてる男の目に。ヘルヘイムに行く船？知らねえな。ヘルヘイム？それってうまいのかい？知らねえ。どの船？そう慌てんなって。まだ港に着いてねえのかもな。バッカスのやつ、ガセネタ教えやがったのか。ん？おいしそう。ずいぞ。このままだとアミラに俺のついた嘘が。ヘルヘイムに行きたいんだって。船ならこっちだぜ。なんだ、俺様としたことが。そっちか。助かった。見失った。ネブルビルまではちゃんと見張っていたのに。うん、突然匂いが消えたわ。不思議だわ。ふん、犬っころなんぞに頼るからだ。猫が何かほざいてるわ。ニャーニャー、うるさいわ。なんだと。やめろ、お前たち。おそらく何者かの邪魔が入ったのだろう。神か、神に飼われた人間か、もしくは。おい、まさかルシフェル様に敵対する奴が。ありえるかも。ずっと眠りっぱなしのサタンちゃんの後継争いに、神の鍵はすっごく重要だもの。犬どもに探索を続けさせろ。パズズもだ。あの女、一体どこへ向かっている。これだよこれ。こいつがヘルヘイムに行く船。なんだよな。セレファレス号で、あそこにいるのが船長だ。ああ！
こっちのセリフだババロ。こんなところで何しよう。3年ぶりか。今は何やってんだ。なぜ親父さんの後を継がねえ。バロースタも望んでいたはずだろう。どうかな。俺は親父のような盗賊たちを束ねて上に立つ器じゃねえし、義賊って柄でもねえ。一人でのびのび商売してる方がよっぽど性に合ってんのさ。じゃああの娘は。賞金稼ぎが何だって若い女を連れてやがる。まあちょっとした災難っつうか。この男を見かけなかったか。わあ、こいつならさっき船を探してたぜ。どこに向かう船だ。さあな、もうこの港にはいねえんじゃねえか。残念でした。手遅れだったみたいね。なぜ私につきまとう。暇つぶし。冗談よ。あの村にはずっと私一人しかいなかったもの。とどまる理由もなくなったし。あんたはどうするの。決まっている。たとえ奴が地の果てまで逃げようとも、必ずこの手で。よっぽど憎いのね、あの男が。どうして。それは騎士の旦那、探し人だって。またあの夢かよ。美味しくなさそう。そこでキャッチアンドリリースしてる悪魔、こいつを知ってっか。アヒル？ちっげえよ。もっとこうでっかくてな。ワニ？だから口から炎を吐いて、町だろうがなんだろうが全部燃やしちまうようなやつだ。美味しくなさそう。どんだけ腹ペコなんだよ。ファバロ、軽く一杯やんねえか。うまい魚もあるぜ。いいね、ちょうど喉が渇いてたとこだ。おい、こら待ちおれ。さっきの話聞かせなさいよ。死人のくせに好奇心が強いな。ファバロ、ヤツとは幼馴染だった。覚えてるか、バロッサと俺たちの最後の仕事、王への献上品を盗んだあの日のこと。私は騎士の家、ヤツは大工の家。身分は違いだも、私たちは馬が合い、長い時間を共にした。親友だと思っていた。だから父のことも疑いなく話した。なのに。奴は私を騙していた。盗賊の息子であることを隠し、情報を引き出す機会を狙っていたのだ。そして私はまんまとあの男にほだされ、父の任務を。だが親父は死んじまった。盗んだ宝石には強い魔力が宿っていたのさ。
そいつがとんでもねえ悪魔を呼び寄せちまった。仲間も全員皆殺し、俺だけが生き残った。お前の親父さんが助けてくれたおかげでな。アバロ、お前たちは必ずヘルヘイムまで送り届けてやるよ。頼んだぜ。親父って何？親父？港にたくさんいただろう。違う、さっき君が言っていた親父のこと。ああ、あれ俺の父親の話だ。父親？お前にだっていいんだろ、父親。知らない。うん？父親ってどんな人？どんなって言われても。父親は男の親で、お前の母ちゃんの旦那だろ。旦那？お母さんの？ああ、それがお前の父親だ。親父、旦那。いや、そこはお父さんだろ。お父さん。なんだ？お話し中申し訳ないが、そろそろ船から降りてもらおうか。どういうことだ。金目のものは全ていただく。その娘っ子はとりわけ高く売れそうだ。海賊？なるほど、そういうことか。海の底で己の運のなさを呪うんだな。この野郎。そこまでだ、賞金稼ぎ。剣を捨てろ。やはりお前は運がなかったようだな。運が悪かったのはお前の方だ。ああ。カニ？おいしそう。はあ、確かによく茹で上がった色だな。何隻もの船があいつに沈められちまってる。なんか武器はねえのか。貨物船だぞ。そんなもの積んじゃいねえ。逃げろ。やっぱり。事情が。その尻尾と関係あんのか。尻尾？うわっ、おい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 、勘違いすんなよ。この尻尾は驚いたぜ。お前も悪魔だったなんてな。もう動くな。してろよ、お嬢ちゃん。アモン、てめえ。くら替えしたのさ。盗賊から悪魔にな。
全て仕組まれてたんだよ、ファバロ。警護に失敗したリドファルドが死刑になったのも、魔石を盗んだバロッサたちが悪魔に殺されたのも、裏でことを進めた見返りに俺はその悪魔から魔力を授けてもらったってわけさ。裏切ったのか、親父よ。俺も義賊なんて柄じゃねえ。盗賊のくせにご立派すぎたあの男には心底息が詰まる思いだったぜ。だから港にお前が現れたって聞いた時は驚いたね。親子揃って稼がせてくれるとはな。なあ、それにしてもお前の連れ、えらく高い賞金がかかってるじゃねえか。一体何者だ。知らねえよ、ただの他人だ。そうか、ならもう用はないな。逃げろ逃げろ逃げろ。むっちゃ言うな。でも努力だけはよ。魔導書なしでゾンビを操れるのか。あいにく道具は一つだけじゃないの。というか、なぜお前だけはゾンビになっても意識が。飛ばすわよ。やろう、どこに行きやがった。逃がすな。おい、まさかリドファルドの。なんだ貴様は。こっちも賞金稼ぎか。だが奴らは俺の獲物だ。何がどうなってんだ。ファバロ、その女を渡せ。俺の相手だ。お前の親父が嫌いだったものを知ってるが。悪どい貴族や権力者、そして悪魔だ。だから魔力は絶対に学ばなかった。でしてやられたのさ。こんな風にな。バカ野郎、死ぬじゃねえかよ。終わりだよ、ファバロ。バロッサ同様、自分の運のなさは恨め。運がねえのはお前の方さ。4人も引っ掛けられるとは、今日はついてたぜ。おい、気をつけろ。ハンサ、今何か言ったか。くわー、こそこそ覗かれてんのも目障りだから、あいつらをここまで送ってやったが。どうやら無駄足だったみてえだな。ファバロー。いや、
今日こそ決着をつける。ほんとしつけえやつだな。できちゃったわね。殺しちゃえば。バーベキューだわ。待て。もっと面白いものを見せてやる。俺に隠し事あるだろ。そんなものはない。とぼけんでねえよ。予告ピンでやりてんだろ。何を。次回進撃のバハマウトテレスレスキューインソードバレー。気が済んだか。はい。来週もバハリマックス。バハリマックス。